ペドロ・マニュエル・アルバレス・ジュニアは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。右ト左だ。現在は、フリーエージェント。愛称は、エル・トロ。代理人は、スコット・ボラス。ドミニカ共和国サント・ドミンゴに生まれたが、1歳の時に、家族と共に、ドミニカ移民のコミュニティがあるニューヨーク・マンハッタンのワシントンハイツ地区へ移り住む。 2005年の MLB ドラフト14巡目で、ボストンレッドソックスから指名されたが、契約せずに、バンダービルト大学へ進学。2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における、野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され、銀メダルを獲得した。ピッツバーグパイレッツ時代2008年の MLB ドラフト1巡目で、 ピッツバーグパイレーツから指名を受けたが、代理人のスコット・ボラスがマーク、デシェイラと同額の950万ドルの契約金を要求したため、交渉は難航した。交渉期限の8月15日深夜になって、パイレーツはアルバレスと総額600万ドルのマイナー契約に合意したと発表。しかし、ボラスが交渉期限を過ぎていたと交渉のやり直しを強行に主張したため、 MLB 機構はアルバレスを制限リストに置き、交渉期限の延長を認めた。結局、9月23日に4年総額640万ドルのメジャー契約で入団に合意した。2009年、プロとしてのキャリアをスタートさせたアルバレスは、AAQ リンチバーグヒルキャッツと AAQ アルトゥーナ、カーブで打率。288、27本類が95打点。 オプス914を記録。特に AAQ アルトゥーナに昇格後は打率333、オプス1.009と活躍し、シーズン終了後にはベースボールアメリカ市の有望株ランキングで球団内1位、マイナー全体でも8位の高評価を受けた。2010年はトリプル AQ インディアナポリスインディアンスからスタートし、6月16日のシカゴホワイトソックス戦で、 メジャーデビューを果たした。アルバレスの枠を開ける形で、岩村秋のが25人枠から外された。6月19日のクリーブランドインディアンス戦で、メジャー初安打を記録したが、6月は46打数、7安打で打率。207、0本塁打、22三振に終わった。7月3日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、カイル・ケンドリックから、メジャー初本塁打を放つと、 7月20日から7月21日のミルウォーキーブルワーズ戦では2試合連続でに本類打と5打点を記録するなど月間7本類打を放った。その後、シーズン終了まで3類種のレギュラーとして出場し、最終的に95試合で打率、256、16本類打、64打点という成績を残した。2011年は、 ゼフ町で打率が2割に満たず、調整のため6月27日にルーキー級に降格されると、翌6月28日から A プラス級に配属。さらに7月4日にトリプル A 級インディアナポリスへと移った。結局それ以降、9月にメジャー出場枠が拡張されるまでの間はトリプル A 級で過ごすことになった。2012年は、 スプリングトレーニング中のオープン戦からものすごいペースで三振を量産しファンを焼きもきさせたが首脳陣はチームの鍵を握る存在として三塁の開幕レギュラーの座を与えた開幕後もしばらくは三振の山を築いていたが次第に長打が増え前半戦のパイレーツの躍進に貢献した最終的に打率2 4 4 1 8 3三振ながらも30 本類打を放った。2013年は4月4日に打率が100台に突入するとそこから5月10日まで打率2割すら超えない状態が続く。打率200丁度で5月を終えたが6月に4試合連続本類打を含み26試合で打率309.10本類打24打点を記録。その後本類打を放ち アリゾナダイヤモンドバックスのポール・ゴールド・シュミットと対で自身初の本塁打王を獲得した。打点は100だった。一方でリーグ最多の186三振を喫した。2014年1月17日にパイレーツと425万ドルの一年契約に合意した。レギュラーシーズンではメジャーに昇格してから自身初となる三振を出場試合数以下に抑えた。 一方、打撃3部門では打率、231.18本塁打、56打点に終わり、ここ3年で自己最低で3年ぶりに30本塁打未満に終わった。2015年は一塁手へコンバートされた。打撃では本塁打王に輝いた2013年シーズンに近い打棒を発揮した。オプスはレギュラー定着後では自己最高だった。 12月2日、パイレーツから契約提示がなく、ノンテンダー FA となった。2016年3月10日にボルチモアオリオールズと1年575万ドルで契約を結んだ。この年は、ここ5シーズンでは、最小の109試合の出場に止まったが、それに比例して三振も大幅に減らし、97三振と5年連続で続いていた113振以上を回避した。 また、22本塁打を放ち、通算150本塁打を達成した。守備につく機会は少なく、ほとんどが指名打者としての出場だった。オフの11月3日に FA となった。2017年3月13日にマイナー契約で再契約した。シーズン開幕後は8月末まで、参加のトリプル A 級のフォークタイズでプレーした。9月1日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となった。2018年2月26日にマイナー契約で再契約した。3月29日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。6月19日にリーフとなり、翌20日にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。 2018年12月3日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。3月25日にオプトアウトを行使し、契約を破棄した。ありがとうございます。